フィンランド軍一人にソ連軍八人の割合で戦死した冬戦争。小国の独立を守る教訓を忘れ、中国による無視を自ら招いた韓国。 組みしやすい相手を存在に扱うのは人間関係でも国家間の関係でも変わらない相手が屈辱を感じてもこれに反発せず逆に頭を下げてくればそのような態度は当然エスカレートする中国の奈良地から国家主席の指示で設立された外交安全保障シンクタンクの総裁という人物はつい先日韓国における米国のサード高高度防衛ミサイル配備は中国の安全保障にとって実質的には脅威にならないと述べた この発言から中国がいかに韓国を無視しているか改めて実感するその後の言葉はもっとひどいこの人物は サード配備は中国に対する韓国の態度が変わったものと考えた。そのためこれに対抗したとも語った。だから失望した。サードが北朝鮮の核ミサイルに対する防衛用という事実を知りながらこれによって韓国に言いがかりをつけ苦しめたことを堂々と口にしたのだ。このような仕口は韓国が自ら招いた側面も大きいノーベル文学賞を受賞した中国の小説家爆言の代表作カエルなる雨、胃の中に子供用品もすべて準備しました。韓国 のののの子供用ベッドとかとかいいう部分がある中国国国人の間でで韓国は彼ら先先を行く先進国だどれもも番良いものですそのような国に大統領が訪れ、10回の食事のうち8回が1人という仕打ちを受けながらも中国は高い峰、ね、韓国は小さな国と語ったのだから大統領はいかに身が縮こまっていただろうか中国に特使として派遣された与党関係者も露骨な形で存在に扱われながらも不快な表情を一つ見せなかった このような屈辱外交を続けているようでは相手からまともに扱ってもらえるわけがない膝を屈するよう強要する大国に対し小さな国はどのように対すべきだろうか今回文大統領が訪問したフィンランドはロシアとスウェーデンの間に挟まれた小国だ第二次世界大戦後旧ソ連はバルト三国を併合したがそのすぐ隣にあったフィンランドは独立を維持したこれについては誰もがフィンランドはソ連に低地な態度を示したからと考えフィンランドかという 言葉であざけたしかしソ連がフィンランドの独立を認めたのはフィンランドが卑口な態度を示したからではなく実は非常に手強い相手だったからだ1939年10月ソ連はフィンランドとバルト三国に領土の一部を割上するよう要求したフィンランドだけがこれを拒否したのでソ連は翌月50万人の軍隊で12万人が守るフィンランドに侵攻しフィンランドに膝を屈させた冬戦争と呼ばれるこの戦争でソ連軍の戦車部隊を フィンランド軍対戦車部隊の兵士は70%が戦死した。しかし、本当にダメージを受けたのはソ連だった。生身の体で戦車に飛びつき戦車砲の中に銃を撃つフィンランド軍スキー部隊の勇敢さにソ連軍は苦しんだ。戦争が終わって数えてみるとソ連軍の戦死者はフィンランド軍の8倍に達していた。その後の第二次冬戦争まで含めるとフィンランド軍の戦死者は約10万人ソ連軍は約50万人が戦死した。ソ連はその後 フィンランドに攻め込むことはなく欧州連合 中国の党小平は、1979年、小さな友人が言うことを聞かないので尻を叩いてやると言ってベトナムに侵攻した。これに対して、ベトナムは、全土に総動員令を出して抵抗し、中国は、わずか1ヶ月で撤収した。今年は、この中越戦争から40周年だが、中国は、この戦争について、今も一切言及しない。しかし、大国が勝手に振る舞えないようにすることはできる。小国が大国に勝つのは難しい。朝鮮 王朝時代末期もそうだったところが韓国は正反対だ清日戦争で勝った日本が高層に清日からの独立を要求すると高層は総病総病でこれを占拠したしかし後に清日から報復されることを恐れ一行の規模を小さくしてわずか4人の小さな腰腰に乗ったこのように卑屈な態度を示す朝鮮を中国人や日本人は尊重するだろうか朝鮮はその時からすでに滅んでいたのだファーウェイ問題で中国が再び韓国 韓に圧力を加えているがこれも韓国の態度が変わってからというよりも韓国を追い込めば自分たちの言いなりになると考えているからだこのままではフィンランド化ではなく韓国化という言葉ができてしまうのではないだろうか